極力この赤犬との距離を縮める。ここで距離を縮めて、あとは殴ってズドン。セラスのココナスです。こんにちは、楽しんで発信しております。チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。ということで今回は環境最強ディフェンダーキットで赤犬ワンと吠えさせろー。はい、ということでテーマ思いつかなくてまあまあ雑な感じになりましたが、今回は環境最強の男をぶっ倒せるキットを使っていきたいと思います。自分でね、赤犬を使ってみるとキットと戦うのすっごい嫌なんですよね。まあ他の環境キャラにも対応できるし、これはまあ環境トップディフェンダーであることは間違いないと思います。でメタルを今まで完全ガードにしてたんですけど、赤犬対策という意味でもスキル2をより短縮したいということで、いつものシュガー枠をベヘヘにしています。なんでベヘヘだったりこの海軍タグだったり特性でスキル2をどんどん回していこうというのが、まあ今回のコンセプトになっております。ということで勇敢なる戦士キットで環境最強赤犬対策を見つけていきましょい。はい、決勝へ射数ということで、今回は環境最強ディフェンダー系で使っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。っていうところでね、まあ僕個人的に考えるなんかキットは、まあなんか普段よりもやっぱジャスト回避に神経、まあ、集中ジャスの呼吸をねしていく必要があるんじゃないかなと思いますと。であとはスキルにはただただ分回しておけば、ある程度ね、勝手に倒すことができますんで、まあなんで普段よりもこの人差し指、僕は人差し指でこの、あれやってんだけど、人差し指を、回避ボタンの上ぐらいに、結構濃い切るね、ズドーンと。なんで普段よりもちょっと回避の上ぐらいにボタン、指を置いといて、いつでも回避できちゃうぞっていうようなちょっと体勢で挑んでいきたいと思います。よろしく。さあ、このスキル強いよね。そこまで、これがジャスの呼吸してからのぶっ飛ばしていきますと。さあ、ここはまず実演していきたいな。ここ、キットからしたら、この自チームできるか否かっていうのは本当でかいと思いますんで、うわ、取れなかった。ここのスキル2を貯めれるように、ありがとう、さすが元帥さんや。この自チームにいるとスキル2の短縮が強いね。これジャズ間に合わない。さあさあ、ただこんだけしかダメージ効かないよね。こう自チームとかにいろいろもろもろダメージカット入っていくと。で、サポートグランドライン入ってます。で、あとはこうジャスをしてって、しっかりとスキル2を貯めてって、この赤いのを詰めていく。で、中距離とかにしていくとゴミは当たらないんで、極力ね、距離をそれ避けてって、で、まず分回す。で、あそこちょっと助けたいね。極力この赤いのとの距離を縮める。ここで距離を縮めて、あとは殴ってズドン。強え。あんま自チームにいるとダメージ効かないし。で、まあ、猛火状態でも普通にスキルにこれ当てれば回復できるんで、そういったとこがね、また終わって全員、ちょっと、やばい、おでん、全員おでん、またここ守りたい。ちょっと守りたいけど、ここ僕しかいないから、ちょっと守りきりたい、いけ、ちょっと無敵合わせんな。待ったよ、きついな。ここ全員おでんしかいないな。とんの早。ここは一発、もうやだ。もう3体おでん。グツグツ煮込みやんけ。ちょ、待った。1体ずつ倒していこう。1体ずつ倒していこう。頑張って。まあ、これ生きてるだけで本当に100点だから、キットさんに限っては。とりあえずゴミを分回して、よし、ナイス。さすが元帥さんやな。これはさすがに、自チームにしていきたい。強いな。キット強いね。マジで強いと思う。本当に。赤犬とか使ってて、本当に嫌だもん、キットが。ああ、ちょっと、シンクロのような。まず自チームにしていこう。頑張ろう。なんか燃えてる。なんか燃えてるな、勝手に。ちょっと待った。ここまず回してって。で、いけ、振っとけ。で、取るぞ。まずぞ。ナイス。そう、自チームにしてって、スキル2をより短縮していく。ダメージ勝つ。実家ダメージ勝つしていきながら、吹っ飛ばされないように気をつけながら、あとは、これだ、守れるかこれ。守るか、一旦ちょっと落ち着いて。で、上取られてるんだけど、さすがにもう間に合わないよな。だよな。なんで、ここ守りきるしかない。ちょっと待ってよ。ここ守りきるしかない。普段よりジャスの呼吸いいね。で、回して。大丈夫。ナイス。で、強。そこを吹っ飛ばしてって。最後いけるね。ふっふっ。すげえ。こいつマジで強いね。しっかりと守りきることができました。でした。はい、シャスということで、やっぱね、環境結構赤属性多めですね。なんか赤属性7割、緑2割、青1割ぐらいのね、まあ環境なんじゃないかなと思っております。ただね、この赤属性多めの中ね、かむすっげえ噛んだ。多めの、にょじゃなくての、っていうところで、まあ、ダメージね、全然効かないところ、裏取りきそうやな。上行くよとか、揺さぶって、上行っちゃうよとか、揺さぶって、降りてこいよ。オッケー。オッケー、来ました。赤犬ですね。赤犬怠慢だったら、ほとんど負けません。というとこ、オッケー。やっぱそういうのも、グランドラインやメダルとか等々で、赤属性、このダメージをね、スーパーカットできますよ、というところでね。さあ、キーも大丈夫。これ、大丈夫。任せろ。任せてください。ぜひ任せてくださいませ。なんで、このね、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よろしければね、ちょっと上の方をお願いしてまして、ね、で、もうこう任せろと言ったからには、もう負けるわけにいかない。ただ大丈夫です。負けないです。というところで、まあ、ダメージカットすっごい抑えることができます。
ますんで、ダメージカットを抑えるってなんだ、これ牽制牽制 OK ズドーン。さああとはここスキル2をぶち込むだけですね。これジャスして、でしっかりとここでまず無敵を剥がしていきます。これがね、あ全然ダメージ効かない、ほら強猛化状態とか食らってもこのスキル2を当てれば回復できるんで、まあ、実質プラマイゼロぐらいのね、あの割合に、あそのこっちのダメージ量としてね抑えることができて、向こうにはどん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 割合ダメージが入ってくんで、まあ、非常にね強いんですよっていうところなんですけれども、あとはその相手がマグマグ状態の時にその通常のリーチの差であの取られないぐらいの距離感をあの取っとくっていう、こう保っとくっていうのが、まあ、大事なんじゃないかなと思います。バウンドゥーマンはナイスこうなんかその赤犬以外にこのスキルを使ってちょっともったいない気もするよね。なんか代わりにその味方さんはこう赤犬がまあきついじゃないですかというところで、極力その赤犬対策はまあこのキットさんが優先率先してやっていくっていう、このまあチームゲームなんでね、そういう感じであのまあ高い苦手なところをまあ補っていくという意味ではすごい大事なんじゃないかなと思います。なんでここの赤犬とかもどん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 削っていく削っていく削っていくと。さあロジャー船長も全然ダメージ効かないので、あとはジャスの呼吸とかはね、これ待っていけるちょっといけナイスきたー強い強すぎんご。さあもう一体赤いの来た。さあちょっとブースト来るとちょっときついな、だけど全然ダメージ効かない。さあこのブーストだけちょっときついんで、まあ、しっかりとそこも対応していこうかというところなんだけど、この無敵3回がやっぱでもどうしても強いね。さ あもう次から次へと、それはやばいな、それは結構効くけど、また猛化状態ちょ回復でプラマイゼロにしこう、いけるいけるいける、いや待ってえらいえらい普通にえらい、あの次から次へと来る赤犬をしっかりとあそこで対策できたとか、あんだけダメージ削れたのは普通にえらいと思うんですよ。でなんとかあそこで時間も稼げたんでっていうところで、さ最後もこれ降りてくるぐらいがもう負けすぎじゃないんで、はいもう勝ちですね。 OK、 いや強えな。はい、一緒にしますということで、ちょっとね、2時回って新シーズンになりました。今シーズンもね、よろしくお願いいたします。ということでね、まあ8月も終わりましてね、8月後半とか結構 YouTube 今回頑張ってみようかなっていうところで、まあまあね、投稿本数とかも頑張ってあげてたんですけど、本当にね、ご視聴いただいた方、いつも高評価コメントしてくださる方、ありがとうございます。ということでね、まあこれにも慣れてね、ちょっと9月頑張っていこうかなと、またね、一層精進してまいりますんで、今後ともよろしくお願いいたします。と。上1対3。これ守りたいんだけど、別にこう果敢に攻めたら攻めたでっていうところではあるんよね、正直。赤犬さんがこれ強すぎんごやから、まあ、様子見をしたから、ここね、全員吹っ飛ばしていこうっていうところで吹っ飛ばしていきますと、OK。で、これまず赤犬ちょっと距離を詰めて、距離を詰めて、しっかりとこのゴミ圏内に当てさせる。で、リーチの差で負けないようにね、ちょっと気絶してるけど、まあ別にそこまでかな。OK、それジャス返してくれてるのはむしろでかくて。で、あ、こっちはもう距離詰めるだけ。OK、逃げてた。逃げるな卑怯だぞバイ、かまど炭治郎。よし、お願いします、今シーズンも。ね、これなんかさ、昨日、なんか8月いっぱい頑張ろうと思ったんやけど、ちょっと昨日なんか普通にサボっちゃって、8月31日で普通にちょっと体調がね、あんまなんか体がすっげえ重くてね、襲わった。おでん、それ当たるんかい。なんかちょっと体、裏取り来てる。そう、ごめんなさい、最後の最後でちょっと出せなかった。ここはしっかり飛ばしてって。で、OK、これまあ、マムさんにあげましょうと。っていうか、お肉食べちゃった。ごめん。ちょっと食べないと上がれなかった。ぐっちゃすまにはい。OK。裏取り来てる。さあ、多分マムさん行くかな。OK、ここちょっと裏守るわ。ただ、裏じゃなくて、ここ表守ってって。あ、大丈夫か。なんでその距離当たった。大丈夫。ここはちょっと守りきるから頑張って。頑張れ。で、シャンクさんは別にスキル使う必要ないかな。通常に詰めていけば。あ、こちゃっす。で、しっかり飛ばしていきます。OK。で、OK。全然大丈夫。さあ、こう、ドラムと個人的にあんま好きじゃないんだよね。さあ、そんなみんな裏行くか。みんな裏行くなら取っちゃうよ。そんな取っちゃうよ。いい来る来ない来るそう、ドラムとなんか、この前々シーズンかな、今で言うと、の時に、ま、要は1万スコア以上とかでやってましたよっていう時に、なんか勝率本当に一番悪くて、ドラム等が。今も来たらお願いしよう。一番ね、ドラムとなんか勝率悪くて、個人的になんかあんまいい思い出ないんで、助けてと言うて、好きかって言いなさんな、っていう、バイウルージ。さあ、いろんな数々のキャラの名言が出てきたところで、じゃあ、ここは切り裂かれてっても大丈夫、と。で、まあ、詰めてっていう感じなんやけど、まあ、大丈夫か。キャベツいけるこの環境大丈夫。赤犬きつくね、キャベツは。さすがに。さあどうなんでしょうかという、キットじゃなくて、何やっけ、ロジャー選手も全然大丈夫、あんまダメージ効かない。でここ全員まとめて、ナイス。オッケー。いや安定して強いよね、キットって本当に。まあ、こういう数々の超絶キャラとかにも、まあ、なんならもう全員に対応できますよっていうところが本当にね、キットの強いところだと思います。今回も安定して勝てました。最後はグリリーンと。
はい、塚です。よしよしよし。っていうことで、さっきのさ、魚人島とかで使ってみても、やっぱキットめっちゃ環境強いですよね、本当に。まあ、今日ああいう密になりやすいところだと、スキル2がゴンゴンゴンって当たってって、もうどん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 ね、ダメージが削れていくことできますんで、ほんと環境強いと思います。で、あとは、まあ、さっきも言ったんですけど、シンプルに普段よりもちょっとジャスのね、こう、8番さん怒んないでよ。怒んないでよ、もうそんな際に、ちょっとまた急いで真ん中、まあ、無理だね。ちょっと止めるわ。うん、そうそう、すぐに怒るのやめよう、もう楽しくやろう、本当に萎縮しちゃうから、本当に。これなんかマイキーなんかピョってるやついるみたいに聞かれたら一人だけハワイって言っちゃうから、あ、生配信でも同じボケしました、すいません。ということでやっていきましょうと。まあ、ウソップとか、え、これ打ってみろ、当ててみろよ、当ててみろよ、当ててみろ、当ててみろよ、当ててみろよ、当てて、8番さん怒んなよ、もう。急に大きい声出してる。あ、もう怒んのやめようよ、もうしっかりと。いや、当たんない。全然ダメージ効かねえじゃん。待ってよ、これ、あ、ジャス入れてからのスキル2で、まあ、ただウソップもそこまでね、大丈夫、そこまで大丈夫、うん、そこまで大丈夫、詰めていけば大丈夫だから。で、あとは、まあ、そこに吹っ飛ばしとかドクロブラックハッフルもそこまで別にダメージがかむしろ回復できるんで大丈夫でしょうというところで、あとはしっかりとぶち込んで強いな、普通に。ウソップもだいぶなんか赤いの出てきつくなりましたね。はい、ということで、うわ、ブースト前にやれんかったか。いや、昨日、これだけ避けて、オッケーオッケー。で、また、スキルに合わせていこう。やばい、やばい、やばい。ちょっと待ってよ。気絶長いよな、これめっちゃ。ちょ、取られそうだよ。気絶長い、起きろ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 。ピヨってる、ピヨってる、ピヨってるやついるやん。ほんまにピヨってたやん。ちょっと待てよ、待てよ。ここ倒してって、オッケーオッケーオッケー。まあ、シンプルに負けることはないですね。タイマンとかしてて。で、非常に、ま、強いです、というところで、ここ取って、ちょっと味方さん体力やばそうなんで、ブーストでおでんで回復するというのが、頑張れ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 。オッケー、お待たせと。さあ、真ん中、ま、赤犬さんいるから大丈夫でしょう、という、一人打たれた。で、真ん中一人大丈夫、大丈夫。さあ、あそこの赤犬のいけそうだね。しっかりと、オッケー、ぶちのめしていきつつ、さあ、ここ、待って、届くか。うん、無理だった。ここはちょっと速攻で裏取り。もう速攻速攻、早く早く早く速攻、走って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 、クラシルクラシルクラシアクラシアか、なんか早くて安くて安心ネイティブスイートの、あ、それスイートってくるの、むしろラッキーじゃね、むしろラッキー。さあ、ここでしっかりと倒してって、0120500500クラシ安心クラシアってのがあるんだけど、そこ名古屋だけなのかな、わかんないけど、なんか夏休み絶対見るよね、あの水道トラブル、水のトラブルクラシア、早くて安くて安心ね、0120500500っていうの CM あるんだけど、うん、結構特徴的なねやつなんだけど、なんかそれ名古屋だけなんかよくわからへんな、全国区のような気もするんで、これ一旦ジャス入れて、で、ここあの赤いのしっかりと吹っ飛ばしてきます。あ、全然赤いのしなかった。またこれはジャス、オッケー。これ何が強いかっていうと、これ簡単に赤犬の無敵3回剥がせるんですよ。それが非常にね、個人的には良き。ね、剥がしていただいて、そのまま割合を与え続けるっていうのが安定してるね、やっぱり。